どうもこんにちは、ヤックです。今回の動画はドラクエクイズ第10弾。問題の出題範囲はスーファミ版ドラクエ6のみです。ドラクエ6はドラクエ3以来久しぶりにダーマ神殿と転職システムが復活したタイトルです。モンスターだけでなく仲間キャラ全員が特技を覚えられるようになり、戦略の幅も広がりましたね。今回も問題の数は全部で10問ありますので、最後までクイズにチャレンジして結果や問題に対するご意見をコメント欄にお寄せください。それでは行ってみましょう。イントロクイズです。下の画像に合う BGM は次のうちどれでしょう。正解は、B。問題の画像はドラクエ6のカジノですが、A はドラクエ4のカジノの BGM、楽しいカジノ。C はドラクエ5の同じくカジノの BGM、カジノ都市。正解の B はドラクエ6のカジノで使用されている BGM、ハッピーハミングでした。この BGM はドラクエ6のスライム格闘場やベストドレッサーコンテストでも使用されているので、カジノを利用しなくても聴く機会のある曲ですね。下の画像のうち、ドラクエ6に登場しないキャラクターはどれでしょう？正解は、D。問題の A の画像はドラクエ4のモンバーバラにいる旅芸人のパノン。ドラクエ6ではクリアベールでジョンに勇気のかけらをプレゼントすると約束しますが、約束を果たせず記憶をなくした状態で海底の祠にいるのがパノン。B の画像はドラクエ5のグランバニアでパパスや主人公に使える家臣のサンチョ。サンチョはドラクエ6の隠しダンジョン内に登場しますが、男の子と女の子と一緒にドラクエ5の主人公を探している途中のようですね。C の画像はドラクエ3のルビスの塔に封じられていた精霊ルビス。ドラクエ6ではストーリーの冒頭でターニアの体を借りて主人公に語りかけたり、ジャモロや嘆きの巨人に語りかける声の主で、海底のルビスの城で主人公たちを見守っているのがルビスですね。D の画像はドラクエ3の主人公の父親、オルテガでした。間違い探しクイズ。ここからは間違い探しクイズを連続で4問出題していきます。問題で出題される画像におかしな部分が1箇所ありますのでそれを見つけてください。まず第1問。下の画像はドラクエ6のとある武器屋ですが、おかしな部分はどこでしょう？ヒント、伝説の武具？正解は、精霊の鎧がオルゴーの鎧に変わっている。問題の画像はドラクエ6始まりの村であるライフコットの武器屋。夢の世界では武器屋に精霊の鎧が飾ってあり、後々にこの村に戻ってくることで買うことができるようになりますね。飾ってある本物の精霊の鎧はキラキラと光り輝いています。第2問。下の画像はサンマリーノにあるカジノですが、おかしな部分はどこでしょう？ヒント、なんか通りにくいですね。正解は、スロットが1台多い。現実の世界サンマリーノにあるカジノはドラクエ6で最も早く訪れることができるカジノですが、ここに置いてあるスロットは全部で6台、3台ずつのまとまりが2セットという形になっています。第3問。下の画像はドラクエ6のとあるダンジョンですが、おかしな部分はどこでしょう？
ヒント、鏡に注目。正解は、鏡にバーバラが映っている。問題の画像はドラクエ6でラーの鏡を入手するために訪れる月鏡の塔。この塔ではバーバラが仲間に加わることになりますが、出会った時点でのバーバラは通常の人には姿が見えない状態であり、鏡に姿が映ることもありません。間違い探しクイズ、次がラストです。下の画像はドラクエ6のステータス画面ですが、おかしな部分はどこでしょう？ヒント、主人公が勇者になるには。正解は、主人公が勇者になるための条件を満たしていない。ドラクエ6には転職システムがあり、条件を満たすことで勇者に転職することができますが、主人公が勇者に転職するための条件は、バトルマスター、賢者、レンジャー、スーパースターのいずれかの上級職をマスターすることです。問題の画像で主人公がマスターしている上級職は魔法戦士とはぐれメタルでした。間違い探しクイズは以上です。皆さん全部わかりましたか？連想クイズです。スーファミ版ドラクエ6に登場する以下のアイテムは何でしょう？ドラクエ4で初登場。一度使うとなくなる消耗アイテム。小さなメダルを50枚集めるとメダル王からご褒美としてもらえる。戦闘中に使用すると戦闘開始時点まで時が巻き戻る。正解は、時の砂。戦闘中に使用することで時を巻き戻す効果のある時の砂は、初登場のドラクエ4、およびドラクエ5では2ターン時を戻す効果がありました。ドラクエ6ではその効果が戦闘開始時まで戻る効果に強化されましたが、なんと1回使うとなくなってしまう消耗アイテムとなってしまい、ドラクエ4やドラクエ5の感覚で時の砂を使用し、そのままなくなって唖然とした人も少なくないんじゃないでしょうか。ドラクエ6ではメダルを50枚集めた時の報酬としてもらえますが、使いどころが非常に難しいアイテムになってしまいました。ちなみにリメイク版では使用してもなくならないように修正されています。ドラクエ6の隠しダンジョンに存在しないフロアは、次のうちどれでしょう？ A. アモール北の洞窟。 B. 無道の島。 C. 地底魔城。 D.海底神殿。正解は A. アモール北の洞窟。ドラクエ6でストーリークリア後にダーマ神殿から行くことができる隠しダンジョン。フロア構造がそれまでのダンジョンの使い回しになっていて、旅の洞窟、夢見の洞窟、海底神殿、無道の島、ベスカニ、地底魔城、ロンガデセオキタの祠、ホーン城の一部が登場します。また道中でライフコットを模した、デスコットというモンスターだらけの村にも立ち寄りますね。ということで問題の選択肢では、アモール北の洞窟が隠しダンジョンには存在しませんでした。スライドクイズです。下の画像はドラクエ6に登場する街の拡大画面ですが、この街の名前は何でしょう？正解は、Cのロンガデセオ。ドラクエ6の現実世界、地図上では東に位置するロンガデセオ。錆びた剣をラミアスの剣に打ち直してもらうために訪れることになる街ですが、街の中は無法者の集まるスラムタウンになっています。問題の画像は街の中心に位置する劇場とその東側にある建物。建物と建物の間に吊るされたロープにぶら下がる衣類と劇場の看板が印象的ですね。スライドクイズです。
下の画像はドラクエ6のとある施設内の拡大画面ですが、この施設の名前は何でしょう？この問題は選択肢なしです。正解は、スライム格闘場。夢の世界の西に位置するスライム格闘場。自身が育てたスライム系モンスターを戦わせ、優勝することでランクに応じた商品を手にすることができる場所ですが、このスライム格闘場の地下1階にはスライム系モンスターだけでクルと入ることができる控え室があります。問題の画像はこの控え室内部の中心部、水場付近にスライムベスとホイミスライムが並んでいるのと、教会の入り口がスライム型になっているのが大きなヒントですね。そして、実は今回出題した別の問題もこの問題のヒントになっているんですが、気づいた人いるかな？今回の動画は以上です。皆さんは今回のクイズ、何問正解できましたか？このチャンネルでは引き続き RPG に関するクイズ動画を投稿していきますので、よかったらチャンネル登録よろしくお願いします。また不定期ではありますが RPG のライブ配信も行っていますので、そちらもぜひ遊びに来てください。それではまた次の動画でお会いしましょう。ご視聴ありがとうございました。We'll be right back.